はい、こんにちは。こんばんは。ゲーム動画で行こうです。 A 列車で行こう9、ライブ配信始めていこうと思います。今回は長距離線にこちらですね、長距離線の延長線作りましたが、こちらにバス路線を走らせていきたいと思います。これですね、ビルが今立ち始めてます。初期投資が高いな。基本的にあれがないと、あと資材がないとビルって立ちませんからね。地下見てみる。空っぽだ、資材が。資材空っぽですね。はい、ということで、資材空っぽではありますが、何もなきゃ順調に溜まっていくでしょう。一応、トラックこれ2台あるけど、2台あるんかな、2台ありますね、あるけど、資材置き場結構余裕ないけどな。まあ2つ資材工場があるから、そのうち溜まっていってだんだんと建物も建っていくんだろうけどな。はい、今長距離線に列車が来ております。これローカル線、ローカル221のローカル区間ですね。普通列車、このローカル区間が一番多くて、特急と快速が乗り入れております。まあで、ここで一回止まって折り返しをするということになりますね。あ、隣には私鉄線も入ってます。これ快速急行ですね。快速急行と言いつつあんまり止まらない、通過する駅が少ない快速、名ばかりの快速急行ですが、あれ普通がない。あ、来た来た来た。日鉄3000系の各駅停車です。西鉄自体は快速急行をはじめ特急にも使われているようですけどね。優等列車、さて今回はこんなことをやってんじゃなくて、あ、道路が立ち始めた。いや、予感がする。道路が立つとこんな感じか。まあまあ並行してるから良いでしょう。ほっときましょう。道路が立つと街は発展します、 A 列車のでは。しかし、ここはまだ何もしません。
で今回はここの、あの中間駅なんていう駅だ、一応コピーしとこう、銀行駅っていう駅だったと思うけど、そこに、そこを中心にバス路線を走らせたいと思います。配信はツイッチで行ってます。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントぜひお願いします。プリーズマイツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。アーカイブは YouTube にアップロードいたします。2日後、20日21時頃にプレミア公開配信予定です。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。This live archive my YouTube channel 2 days after my YouTube channel チャンネルサブスクライブド and good ボタン please。 旧 Twitter である X のアカウント持っております。 X のアカウントフォロー、リポスト、いいねぜひお願いします。 TwitterX マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&Good ボタンプリーズ。挑戦ですね、効果の。ジャンクションがあってここから伸びるんだけど、こことここもジャンクションを作るっていう感じでしょうか。つまりこの先ってそうだよな、まあ最もこのままここでクロスするとここに影響があるから、ちょっとこう避けてこっちちょっと南側に行って、この通りにね高速道路を越えた方がいいですね。こっち側でもいいけどな、こっち側だと結構ね大変ではあるんですよね。なんでここら辺かな、ここら辺をこう越えていくとこっち側から山に入る道を作れる。そのうち山側の開発もやっていかなきゃいけませんからね。きついな勾配が。まあこんなことはさておき、行きましょう。200バストラックの210番台かな、299番300台設けられますが、210今回路線バスは4台、まあ、いつも通り近郊の ノンステップバスですね。これは緑バージョンを4台購入しましょう。まず一番やりたいのが、一番やりたいのはここですね。このこれなんだ、本社ビル、
ビル買えるんじゃないの、大きすぎる。あ、ちょっと利益出てますね。買いましょう。子会社作れば作るほどいい。これはうちの会社じゃないかな。あ、ただ利益率が微妙だな。投資回収率なんて書いてある。これなんだ。利益と初期投資の投資回収率のことかな。まあでもできたばっかりだからまだまだだろうな。例えば今辺りってうちの持ち物だったっけ。投資回収率は 100% なってますからね。リセールバリューもある。リセールバリューって嫌な言葉だな。大体は投資確率効率は 100% なってます。なってないとちょっとまずいよな。わ、ボロ儲けじゃんこの大型ビジョン付き建物なんていうのは。朝市なんかも利益率高いですね。買いましょう。ということで、これは、あ、うちがも AR ビルは虚勢だ。これコンビニの商家、うん、お前なんでこんなとこにコンビニ。まあまあまあいいや。ここら辺にコンビニ建てて移設してって思ったんですが、ちょっと離れたとこにワーとコンビニ置いてる駅なんかもあるんで不自然じゃないかなと思って、一応今のとこは OK にします。あとこれなんだ、レストランだ。角地に見えて意外と角地じゃないっていうのが腹立つな。まあとはいえやめときましょう。今はこの辺は儲かってないな。利益率は 10% 超えてないですからね。さてここはバスターミナルがありますが、当然のごとくバス走ってないので、人口は0人です。なので、バス停を作っていきましょう。まずバスステーション、基本引き込みで行きましょう。ここですね。ここに、バス停を作って、この辺行くと、この辺を大学どかさないといかんからな。ちょっとそれは避けたいですね。ここはまあしゃあないや。速道で我慢するか。え、ちょっと待って、大学これ入り口どこにあるんだ。入るとこってある、入れないんですね。せっかくここ階段あるのに無駄なスペースになっちゃってる気もする。ん、なんかマークがついたりつかなかったりするの。まあいいや、微妙ではありますが、この辺かな。 OK で、反対、当然のごとく反対側にも置きます。ビルちょっと立ってきましたね。こっちは引き込みありなんじゃないの。でですね、基本1本目は基本的にここのバス停は2本走らせればいいのかな。大学前と
応バス作っとこう、バス停名作っとこう。でここが奥林港とか適当ですね、ほんと奥道後とかあるかな、道後温泉にと、こういう感じで、行ってみましょう。で右回りだから、これちょっとまだ買ったっけ、あ、朝一買ってるんだ、あんまり利益率稼げてないよな、これもうちも買ったんじゃないかな、これだったら利益が出てるんだから買ってもいいだろうと思うけど、駐輪場だからな、まだあのちょっとどうするかは判断はもうちょっと決めましょう。文化施設になるのかな、このキャンパスって。教育施設、公共施設、公共施設かも。これか、この設備か。なんかもう一つ大学あったような気がするが、もうテレビ局か、面白そう、立てておきましょうか。なるべく角地は先に占領するのが基地です。なんか違う、いや、まあどっちがいいんだ、こうか、いや、やっぱこうか。 OK です。あのテレビ局は立ちました。なんて書いてある、テレビステーションですね。キャンパスの反対側にはテレビステーションが立つ。あれ、なんでテレビステーション利益率とか出てこないの。建設費用があって、公共施設だからあの売られないんかな、まあなんか効果あるのかもしれないですけどね。隠しパラメーターになってて分かんないな。テレビ局今まで建てたこと多分意識してはなかったと思うんで初めてですね。じゃあやりましょう。ね、あとそうだ、今何時、19時台か、信号の設定をしないといけない。こんな感じで、ただこれね、まあまっすぐや優先なんだけど、15分ずつかな、この辺は。うん、でここもは、まあ、
とこう、こんな感じで、で、当然のごとくここも同じだよな。あ、ただね、ここ結局後には T0 じゃなくて10ゼロになるからな、そこら辺も考慮に入れないといけません。で、一応全車右折、一応全車左折、一応全車右折、全車左折、ここは全車直進、全車直進、全車直進、全車直進で、ダイヤも決めないといけないな。ここ3分停車でいいや、あの各バス停は。引き込み線はまあ4分停車でもいいけど、引き込み線の中で非常に重要なとこは4分停車かな。例えばこことか。ただ今は全然ビル建ってないんで3分停車でいいと思います。っていうかここから先多分資材がそんな入らないような気はするよな。あ、でもだんだん高層ビルが建ってきましたね。で、右折、説だけど、今のところ全車なんだけど、この後全車とは限らないからな。あくまで今のところの話です。10番は発車時間がまあ6時かな。やっぱり見にくい。15分おきで、結構遅くてもいいんじゃないかな。循環線なんで22時まで走らせましょう。これです。新規セーブしときましょうか。その後ね、運行表のバスで
応こんな感じで書いときましょう。で、基本これ右回りといたします。運行時間ってなんだ。運行時間は分かんないんだ。確定で、ここは消して6時から22時までか、運行時間は。さあ何往復できるでしょうかっていうとこで、でも結構往復できんじゃないかな。こんな感じで行ってみましょう。これね、固定でできないんかな。表示固定の2行だっけ、2列、これで2列まではできんだよな。 OK、 行きましょう。今何時だ？23時過ぎ。まあここ基本中の基本なんで、バスを、置いていこうと思います。で210番のバスを配置します。あれなんで、で一応この辺は全車に適用して、一応ここ延長することもできるし、やめとくこともできます。ここがここで接続できれば、高速はあるんだけど、そうだよな、ここが来てすごい複雑だよな。あ、地下に入って都心高速に行くんだ。ここで終点ですからね、ここは。そう考えるとここは山の方まで延長したいですよね。
シティーズスカイラインでいうあのクローバー型の作ってくれないかな。これコンビニなんだ。ん？これってうちが持ってるやつ？いや持ってないわ。勝手に建ててるんだ。さあビルは少しずつ建ってるような気はするんですけどね。まあ、このビルが結構バス路線の鍵を握ると言ってもいいと思います。とりあえず6時ぐらいまで時間をワープしていきましょう。ここで一応ダイヤウィザードですね、出発します。でちゃんと右であることを確認。二重チェックになりますね、この状況だと。あれ、まっす、いや直進だよこれ。ちゃったな。さあ15分、ま、最悪待たねばなりません。さあここでは、3分停車になります。6時18分なのか19分なのかわからんな。でも19分着、22分発だな。でまあまだまっすぐ2つの信号を越えないといけません。奥へ行くには。で、右です。信号が、ここまでなのか。6時48分かな。6時51分。で右折ですね。ただ家電ショップとコンビニがある中と反対側蕎麦屋もあるんで、理想的な角地と言えるんじゃないでしょうか。で住宅街みたいな感じかな。さあ左、大学が見えてまいりました。7時5分かな。7時8分出ます。7時5分の7時8分。そしてテレビ局の横を通過して最後はの交差点で右折。
で入っていきます。15分刻みになるんで次の発車30分ですね。7時22分ぐらいか。つまり1時間半ですね。こんな感じで、1時間半か、まあそんなもんかな。一周で1時間半して、で1時間半ということになると7時半で16時で、なんで10往復は余裕でできるってことになる。10往復目が21時出るから、11往復目が20、それが戻ってきて、運行終了ですね。11往復です。これだけとバスアクセスのバスが走れば十分なんじゃないでしょうか。ちなみにですね、ここを通る長距離線の鉄道って何往復なんでしょうかって考えると、200番台だったと思うから、245番、これが一番本数が多い。8往復で東照寺まで直通する快速が、225系の快速が214だっけ、210だっけ、24かもしれない。多分確か2往復だったような、225件は2往復、特急が2往復なんで、これだけでも12往復なんですよね。列車よりバスの方が今のところは本数が多い。となると、ちょっとどうかな、今のところ果たして、一応4本用意したのは、この4本をもう1本環状線の逆に左回りとして使うつもりだったんですけど、あ、つったままになってる。まあバスとしてはどうかな。
邪魔かもしれんな。まだバス走らせなくてもいいかもしれないよな。さあ遠いところに、なんか高架が見えますね。高速道路というか。あれが多分私鉄の分岐線の駅ではなかったっけ？なかったかな。この右上の全体図で見ても分かる通り、開発されている区域がやっぱりだんだん増えてきてはいますね。さあこれで一周ということで、追跡解除ということで。雨だな。さあスーパー銭運営のスーパー銭湯ですが、なかなか利益がまだ出てない。まだまだだな。あと情報、あ、一応乗降客数の数字が出てんだ。ちなみにこれどのぐらい乗ってんの？あ、もうほぼ満杯ですね。一応黒は出てるっていうか感じかな。112人ギリギリ黒は出てるっていうとこですよね。もうなんかすごいな。あ、なんかすごい邪魔してるんだが、なんか立ち退き要求しないといけないよな、ここビル。結構えぐいし、これなんだ？これ映画村だ。しかも儲かってない。まあでもしばらくは置いとくしかないでしょうね。ホテルとかもあるな。いや、儲かってないのに。あ、これがここにあって。でバスがこうなってますね。でケータンの町南一つ、確かあの高架マンション建てたんじゃないかな。見事に儲かってますね。投資効果抜群です。これが最、あ、建てたばっかりの高架マンション、高層マンションです。一応あの利益 20% 以上出てるんで、あの回収が 100% なのも近いでしょうね。これなんだ、これうち持ってるやつじゃないけど、まあ儲かってるな、このマンション。このままほったらかしするかどうかわからないですが、まあでもうち買ってもいいか。うちのものにしちゃいましょう。でレストランも黒出てますしね。こっちこっち、ラーメン屋、ラーメン屋とかも全部うちの子会社です。この部屋もう買っちゃってますね。牛丼屋とかも。
公共施設で一応つけとこう。邪魔すんなってことで、お前らの好きにはさせねえよってどっかで聞いたこと、あ、これ儲かってるんだな。なんかたくさんなんかある。あ、まあ、儲かってはいるんだよな。でも基準に合わないよね、これは。立ち退きを容疑なくされます。こっちだったらいいんだよな、バーガーショップ。あ、これはいいんじゃないかな、コンビニ。買いましょう。さあ、こういう風にしてどんどん買収を、道沿いにある施設に関しては買収を進めていきます。四宿店もな、悪くはないんだけどな、隙間が空いてるよな。こういうのすごい嫌なんだよな、ぴったり冷たい。分かってくれるだろうとは思うけど。あ、コンビニショーもこれ買えるんだ。銭湯とかもあるんで、この数字すごい儲かるよな。鉄道とか全然走ってないんですけどね、儲かりますね。バス路線とかもないよね、まだ。ここら辺にバス路線走らせてもいいかもなと思うね。ここにはバス路線走ってるんだ。ただもうちょっと乗客欲しいですけどね。だからこっちはバス路線走らせても全然悪くはないよな。あ、買ったやつか。こっちの通りなのか、それともこっちの通りもあるよな。こっちの通りだとはここを越えるような道になるのか。まあ面白いかもしれないですね。ちょっと遠回りはなりますけどね。ここだとここだよな。まあいいや。すっからかんだよな、資材は。そば屋も買っちゃいましょう。一応利益出てるしな、邪魔し。そうだよな、ここも必要ではあるからな。ま、一応置いとくけど、その後どうするかは考えましょう。ここもそうだよな。ここもここも、あ、ここはダメだ。この牛丼屋買っちゃったんじゃないの。買ってない、よかった。じゃあちょっと牛悪いけど牛丼屋は撤去してもらって、で、うちの系列にし、うちの系列の牛丼屋を移転を B 移転オープンしましょう。裏側になるから
あと資材が足りない、ガッツが足りないみたいな感じですね。これはレストランも買ってる？いや、ちょっと待って、利益が上がってない。なんで？なんでだろう。悲しいですね。スーパー銭湯でも、スーパー銭湯でもギリギリの利益だからな。あんまり美味しくないのかもな。ビルでもまあ ARB も正直微妙ですからね。こっちの方が利益上がってんだ。上がる建物とそうじゃない建物ってあるんだろうな。まあ、下手すればもう一本何らかの形で増発してもいいかもしれないですよね。多分6両編成で結構満杯になりそうな予感がする。じゃあ次行ってみましょう。結構時間取っちゃったんで、次はここの銀行駅とこの隣をのこの京丹駅東口を結ぶバスを作ります。ただしこの線路沿いに走らせてるんだけじゃ面白くない。ということで、次バス停作りましょう。あ、やらかした。一応ちょっとバス停名を作り直した。で210番の燃焼表示も作ったらなきゃいけない。でまずバス停を作ります。どうしよう、バス停は。まあ既存のバス停をなるべく利用した方がいいんで、ここからスタートですね。まずはで、ここは左だろう。だからこの系統は全部右折にする。でこの全部まっすぐ。
ただし、こっちルートも作ってやりたいですね、気持ち的には。なので、基本環状線になるのかな？環状線でやるのか、そうじゃないのか。あ、結局ここに来るんだ、最終的には。あ、ビル立ち始めてますね。東林口からこういうふうに、林口口から、で、211は、そう、211、ここがあのベースだから、時間か。5時55分かな。いや、最初は5時40分ぐらいしとこう。1便は。で、でも一応20時ぐらいまでだろうな。20時10分。7時間かかるってことはないと思うけど、でもやっぱりもうちょっと減らそう。19時55分か。5時40分の19時55分で行きます。では延長するかもしれないけど、でこれが、まあ、全部直進ですね。あれ、こっちも良くないな。これも左になっちゃってるから、全車直進。さあ、動いたり動かなかったりですね。まだ建築はしてるんですが、え、これ売却できるんだ。売却したらどうなるんだ、超高層ビルこの状態。売却すると消滅するのかな。やってみるか。どうなんでしょうね、この後の運営は。再買収すること今なら可能だろうな。まあ、とりあえず置いときましょう。売ってどうなるかちょっと楽しみで、右回りかな、どうしよう。左回りするか、基本。
まあでも211212に関しては直進だろうな。213は右で OK で、次に何だこのデパートだ。利益は上がってんだよな。利益上げんなよって思う。ホームセンターか、嫌だな。今日ホームセンターも立て直す。嫌がらせですね。まあ、嫌がらせって言ってもこっちも血流してるんだっていうところですよ。資材あるかな。あった、よかった。自衛のショッピングセンターが立ち直りました。やっぱり角地は譲っちゃダメですね。あ、儲かってんな、トランクルーム。まあそれは置いといて、ステーションかな。 OK、 これで意地悪をします。ではまだ関係なかったはず。こっからはちょっと警戒しないといけないけどね。バス停はこうなってんのか。自家用車だ。あの勝手、自分勝手に動いてる自家用車ですね。これってでも追跡してみよう。ここで降りますね。あ、降りざるを得ないって言ってるとか。今んとこは。で、降りる。左
左に行くか。どこに向かうんでしょうね。あ、左曲がった。多分左曲がる癖が多分あると思うんだ。何もしないと左に曲がっちゃいますね。で、多分ここも左に曲がるんでしょうね。左に行く。で、やっぱ高速に入る。あれ、これループしてない？いや、してない。こっちから、あ、こっちの高速行きますね。あ、と思ったら降りちゃうんだ。降りちゃってまた戻るという。この辺回ってる繰り返しかな。あ、右に行くんだ。左じゃなくて。お、路線バスが。あ、また高速に入る。また高速に入って、これを繰り返しやる感じか。追跡解除。じゃあもう一生回り続けるんで、追跡解除でいきます。そしてだ。どこに置くべきかな。高速なるべく邪魔したくない。ここかな。ここに置きましょう。これと、置けるのか。4040は置けないな。ここに置くとダメだな。まあ しゃあないか。カフェでも置いときましょう。また同じように3分停車で、基本全部直進でも今んとこいいんじゃないの？ダメかな？いや、だってさ、直
信を全社選択肢をこっちもそうだな。ちょコミバスがあるけど。まあそうな、こうなってるよね。でこれはこうなってるから、まあ、ここら辺はこれでいいでしょうというところで、こっちも直進であることを確認だけはしとけばいいということになる。ここはな、でここは右ですね、全視点で、ここはあの全バス左で OK で、ここもあの直進で、ここも直進か。うん、4分停車ね。まあいいんじゃないかな。これはどうするかな。まあ直進で行こう。でこれは右折ですね、4本とも。これも全部左折。で、これをどうするかな。一応まっすぐでもいいんですが、自分はここじゃなくって、こっちしたいと思うんで、全部右に曲げます。ここは全部左ですよね。で、バス停があるんだけど、大駐車場だ。タワーはうちは持ってんのかな。持ってるんだ。じゃあ入れない。一応隣り合ってるんです。ステーションは直進かな。オフィスビルもあります。もう身を向かってますね、ここ。うん、ケータンタワーということで、これ全部左右折しましょう。
これは逆に右折か。あくまでこの系統はですが、ああここは右折じゃない、ここ直進だ、ここは直進、ここは右折、で、ちゃんと時刻を確認して、でここ見ていきましょう。210回、まあ10分停車でいいでしょう。全部10分停車の直進かな、折り返しはしないんで、なのでこれはこれで OK。 でここがこの越えるとこで、ここにあの大学東とかつけときゃいいと思う。この辺かな、なんかこの辺だとバランスがいいっていう感じかな。で、もう一駅作ろう、もう一バス停作って、あーでもまあなくてもいいかもな、バス停の距離がちょっと近すぎる感はある。まあでも作ってもいいと思いますね。引き込み線でどっちだ、ここに、神社ってなかったっけ、公共施設だっけ神社って。ちょっと離れすぎてるな、駅からは。神社ちょうど中間ですからね、中道とか入れとこう、中道になってしまう。CB、 そうだ東なんだ、北じゃないんだな、これ歴史資料館、こんなんあるんだ、あ儲かってますね、儲かりまくってんな、買おう。
インターチェンジですよね。ケンタ、じゃあこれがちょうど対になるような感じになるんだな。南と北が対になるような感じになる。B って何？ A と B が、あ、分かった。そういうことか。こっちも、こっちが A だ。まあとりあえずこれでいいでしょう。適当だけど。最後はここだよな。戻ってくるという流れになる、うん、で、まあここはつまり全部左折なんだよな。でもここに関しては211と212のみ右折で、あとはみんな直進でなければならない。で3分停車で、でここも3分停車で、全車適用な。212は、
で、まあとりあえずここも3分停車でまだ影響ないはずだから全車に適用だろうな。で一応これは OK だな。でこれも OK で、こっちもちゃんと右折は OK で、ちゃんと左折は OK になってる。ここもうちょっと短くしてもいいよな。多分これで、準備は終わったんで、あとは置きましょう。211号、左回りして、こっちは右回りだな。まあいい感じじゃないかな。これは利益にはならんけど、直接剥がさないといけないけどね。
で、ちょっと待って、右回りだけど、212は、あ、一旦これ入れて、で、付けか。で、これを20時20分にするんだっけ。9時20分の。9時35分にして、20時20分。ここ折り返しします。なぜなら、222は直進ですね、これね。で、送り銀行は通らずに、この便は、やばいなこれよ。こうか、つまり。こうしないといけないな。ただし211はこっちからこう回ってここに通るから、ここは停車しない、通過する。211はまずは211は全車適用だけど、211のみ通過か。で、212はこれを右折だな。212を右折するけどね。こうなって直進するってことか。で、これが東中道だよな。これで OK。少しずつビルが建とうとはしているものの、なんかあんまり実感はないな。今何時？4時か。そろそろ、行きたいですね。
で211を置くんだけど、大学東、ダイヤウィザードで、一応5時40分か、あれ5時40分になってる。あ、合ってんのか、5時40分で合ってんのかな、合ってるな、5時40分で正解だ。じゃあこうか、212は20時35分までに延長ですね。もう一回211のダイヤウィザードオンにして、どんどん行きましょう。ここまあ当然左側ですね。で右、6時18分か。の22分。3分停車、6時31分そうだね。まあ悪くないよな。もしさ、あのダイヤがそんなに一瞬に時間がかからないのなら、6時43分6時47分か。ん？これはまっすぐでいいんだよな。赤になっちゃった。で右ですね。で左で、ここで止まる。10分停車ですね。7時21分だ。信号の数が多いほどやっぱり時間がかかっちゃいますからね。さあ動き始めた。で左、これまっすぐだよな。
時52分じゃないかな。見えない。左にちゃんと曲がる、まっすぐ行く、インターチェンジ北ですね。7時33分かな。で、再度まっすぐで行きます。東中道か。9時4分、9時7分か。距離があるから時間かかるのかもな。ここは通過ですね。そうだ、通過して、あれ、こっちでいいのか。こっちはうん。で、まだまっすぐで。7時44分。9時44分かな。今まっすぐ行く。左に行く。で、終点ですね。一周回ってきました。10時1分だ。10時10分ですね。なので、4時間半ってことになりますね、一周は。ここを車窓で見ていきましょう。皆さんではには車窓をお送りしている間にコピーしてと。
ってことは4時間半で運行時間が5時40分から19時55分ってことは14時間15分しか運行しないのか。でももう1往復走らせてもいい？ちょっと待ってよ、ね、5時40分の10時10分だから14時40分19時10分無理だな。最終便が19時10分になるな。これつまり4往復してるからまあ実質19時10分だな。最終便がその次となるともう23時40分になるから23時40分だと4時10分か。ちょっとさすがに働かせすぎな感はあるんでこれに関しては4往復でやむを得ないですね。一応お見せしますとこんな感じ。4時間半で運行時間がこれで4往復となります。さあ、もう一本行きましょう。212番です。これが最後かな。4往復なのかそれとももう1往復増やすことができるのか行ってみましょうか。あでも車窓なってる。あもう着こうとしてる段階だ。一周回ってきたんだな。
気がつけば、まあ4時間半だったら、バスが4時間半だったらこんな感じか。今何時だ？14時26分なんで、14時40分発のはず。次は36分なってる。35分、あ、35分だ。で、左ですね。で、まっすぐです。ここはまっすぐで合ってる。意外と最初の一駅が時間かかるな。40分かかってるや。15時18分。まあ信号に引っかかると結構やっぱり時間が変わりますね。さらにここも運が悪い。信号にまた引っかかってしまった。全部信号引っかかってますね、今までの区間。15時51分。6時3分。16時6分に出ますね。進行がうまく噛み合うと順調なんですよね。16時21分。高速のインターの前ですね、今は。で、右折です。
ちろんまっすぐです。16時40分、悪く引っかかっちゃいましたね。さあここは17時19分、直進で、ここでバス停があるんで、まっすぐ18時3分か。また信号の引っかかりが運が悪い。18時33分、林工大学東までたどり着いた。18時45分、48分発か。これ着きます。今が19時5分、19時8分かな。おそらく19時20分でしょうね、次出てくるのが。つまり4時間45分です。車窓で見ていきましょう。4時間45分ですね、つまり所要時間は。19時間、
6時20分の19時間って言ったら25時10分だから1時20分だな。14時15分は本当最後も最後だな。もちろんこの4時間45分でいければの話ですけどね。洋服だな、やっぱり。まあ、こんな感じで右回りか。時間が余計にこれかかってしまって、一応4往復となるけど、もしかしたら本数は3往復に減ってしまうかもしれないってとこですね。あとは車窓を見ながらお別れする感じですね。今左回りのバスが行き違うとこです。つまりまあ左回り右回り合わせたら8往復。ひょっとすると最悪のケース、ワーストケースだとおそらく6往復か。
さて、そうか、もう
さあ朝になりました。今221系が来てますが、こちらのバスも6時20分にもう出発することになります。もう勘定するバスは出てますね。出発です。まあこんな感じでバス今回3本走らせることに成功しましたね。用路線ということで、ただですね、1本こちらから先の、あ、結構さらにちょっと立った気はする、こちらからこの先のバスは全然まだ走らせてないんで、どこまで走らせる意味があるのかっていう問題はありますが、一応走らせて おこうかと思います。またこの線を走るバスも必要ですね。これ私鉄線と の兼ね合いもあるんじゃないかなと思ってます。との兼ね合いを見ながら、まあ、バスを走らせてあげればいいんじゃないかなと思います。一応ストッパーでも置いとこう。こっちかな、ここに置いて、これはここら辺に置いとけば、ここら辺までね、置いとけばいいでしょう。そこまではちょっと線あってもいいのかなと思いますので。この駅周辺の道路の整備も行いつつバスを走らせていくのがいいのかなと思います。ひとまずここの区画は結構この建設中の超高層ビルに合わせて作ってんで、
9時から動くんだっけ、これ。5月15日か、10時かな、9時半、まだ動かない。あ、た、片方だけだけど、動いた。少しずつ動いて、ビルの建物を作っていくんだ。上から見るとこうなってますね。A 列車はね、PC 版10、本当の10欲しいですね。自由に敷けるような、シティーズスカイラインの要素も合わせ持ったような点が欲しいなと思います。あとやっぱりバグ取りして本当に64ビットオンリーにした、32ビットのことは考えない作品を作ってほしいなと。すごいことになってる。え、どこでぶつかってんだ。あ、ここだ。なんとまあ、すごいことなってる。ああ、さらに空港列車特急も走ってるし。
おお、やばいやばい。結構詰まってますね、特急が。速の方が速いという逆転現象が起きてしまっている。ひとまず、ここまでにしたいと思います。見ていただいてありがとうございました。ツイッチで配信を行ってきました。ツイッチぜひアカウントフォローお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ。YouTube アーカイブは YouTube にアップロードしております。 YouTube チャンネル登録、動画の高評価お願いします。プレミア公開20日21時頃から、アーカイブのプレミア公開いたしますので、ぜひ見てください。マイ YouTube チャンネル、ディスライブアーカイブアップロード、マイ、プレミアライブ、トゥーデイズアフター、マイ YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド、グッドボタンプリーズ。はい、旧ツイッターである X のアカウント持っております。アカウントフォロー、リポスト、いいねお願いします。ツイッター X マイアカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。